漬け。地産地消、その土地で採れたものをその土地で使う。26年産の日光市の数量払いの数量につきましては、蕎麦屋さんが何を取り組まなくちゃならないのかっていうのはどうしても必要になってくる。他も産地でもいろんな問題抱えています。今日ですね、情報提供ということで、農政局の石川様よりですね、はい、買うことないんですよ。